畑っ介は TBS のアナウンサー。埼玉県大宮市出身。早稲田大学本城高等学院、早稲田大学第一文学部卒業。1993年4月 TBS にアナウンサー28期生として入社。中学、高校、大学の同期に、長井新一、高校、大学の同期に、 福永俊介、大学時代の先輩に、上泉雄一、後輩に、土井敏之、宮部和弘がいる。音楽評論家の坂井康氏の著書、虹色の音色2によれば、学生時代にバンド活動をしており、ドラムを担当していた。特に好きなドラマーは、ビルブラフォードとのこと。好きな理由は、音色も暗ければ顔も極限にまで暗いとのこと。発体枠、ヘビメタルや、 プログレッシブロックを好んではいるが、自身の演奏はパンク調になってしまうという。2008年10月から担当していたラジオ番組、カキーンでも、上記の学生時代の音楽に関する経験を語ることがあった。現在は主にスポーツ中継の実況を担当している。プロ野球や K1 など、担当する競技は多岐にわたる。また、オールスター感謝祭内の企画。 赤坂5丁目ミニマラソンの実況を1996年の春から担当しているほか、2004年からは、サスケ及びスポーツマンナンバーワン決定戦の2代目メイン実況担当に古立一郎から引き継いで就任している。2008年の北京オリンピックと2009年の世界陸上ベルリン大会では、男子100メートル200メートルのウサインボルトが、 世界新記録を出した決勝のレースの実況を担当した。2016年の日本シリーズ SMBC 日本シリーズ2016の第1戦と第4戦で実況を担当したが、後日のようなミスを連発し、視聴者からの非難が殺到する事態となった。第1戦この試合では特に発端の言い,い間違いが非難の対象となった。この試合の4回裏に、 広島東洋カープは北海道日本ハムファイターズの先発投手である大谷翔平から松山龍平とブラッド・エルドーレットが放った2本の本塁打で2点を奪う。この時点ですでに広島は1点を先制し1から0となっていたが、八田は松山が放った1本目の本塁打を同点ホームランと誤って実況。さらにこの試合での広島の打順は4番松山。 5番、鈴木誠也、6番エルドレットであり、鈴木は凡退しているにもかかわらず、エルドレットのホームランを2者連続のホームランと誤って実況した。またこの試合でゲスト解説を務めた三浦大介に対して、横浜の元三浦投手と発言するなど、SNS 上では、ひどい、何かやらかさないか気になってきた、いい加減にしてほしいなどの批判の声が多数上がる。 事態となった。第四戦この試合では、ウィルチェアーラグビー、日本代表のノリマツ聖也が、始球式を務めた。始球式の際、ノリマツが投げたボールを、ハったはナックルボールと実況。この発言に視聴者からの非難が殺到することとなった。ノリマツは、シャルコーマリートゥース病という手足に力の入らない難病を患っており、意図して、 ナックルを投げたわけではないという理由からである。処分これらの問題は当時 TBS の社長であった武田真嗣からも記者会見場で直接苦言を呈されるほどの騒動になり、最終的には同年12月1日付でチーフアナウンサーから通常のアナウンサーに降格。同時にエキスパート部次長の職も解任させられた。 2020年東京オリンピックジャパンコンソーシアムの一員として2021年8月2日に行われた2020年東京オリンピックの野球競技のノックアウトステージ2回戦日本対アメリカ合衆国戦の実況を担当した際にもミスを連発した4回裏西2塁で坂本隼人がブランドン・ディクソンから放った左翼への打球を見て入ったホームラン と実況したが実際はフェンス直撃の適時2塁打であったため解説を担当していた宮本信也から違います。フェンス直撃ですと指摘された。この場面はインターネットでも話題になりどこがホームラーン入ってないじゃん。などとツッコミが入れられツイッターではホームラーンがトレンド入りするほどだった。この他にも左前アンダ2本と内野ア,アンダ1本を打っていた。 アメリカのマークコロスバリの打席で、それまでの打席内容を、日本は、内野安打ですと振り返ったり、明らかな内野安打を内野ロと言い間違えたり、するなどの誤った実況を繰り返した。SNS 上では、間違えすぎ、ハッターが落ち着いて、宮本さんがやりづらそうといった反応が寄せられた。また、ハッターの大学の先輩で、フリーアナウンサーの山中秀樹は、 自身のツイッターで坂本のフェンス直撃の同点打に実況を張った穴が入った。ホームランすぐ訂正し、別にそれを攻める気はない。ただ、実況穴はモニター TV と肉眼での確認を交互にする。老眼が出始めると、この作業が辛い。老眼で実況を諦めたスポーツ穴は数知れず、壮大アナウンス研究会の後輩だけに気になるのだと反応した。 TBS50 年史では入社時期を1992年4月と5期。著名人のヘビメタルファンとの対談集、世界陸上ベルリン200メートル世界新の実況は、林正宏。ラジオの野球中継においては、放送がないカードも、実況の録音を行う。2014年秋は、世界バレー中継で、イタリア出張のため、2019年秋は、世界陸上中継で、 カタールへ出張のため欠席。それぞれ、矢野武氏、藤森翔平が担当した。AB、3放送関係なのアナウンサーの活動記録、TBS50 年史資料編東京放送、東京放送、2002年1月、240ページ。1992.428期生3人、入社、八田啓介宮沢祐介天宮東子ハット AB。 TBS アナウンサーの動き TBS50 年史付属資料ハイブリッド検索編東京放送東京放送2002年1月32ページ92.428期生3人入社応募総数3967名ハッタケ宮沢雄介天宮東子、ハット ABCDEFGH3 放送関係なのアナウンサーの活動記録 TBS50 年史資料編東京放送、東京放送、2002年1月、240ページ。八田圭介、スポーツ中継 R、八田圭介のハッピーショー TV、山田邦子の幸せにしてよ、ニュースの森、スポーツ10番勝負、もぎたてサラダ、スポーツマンの位いち決定戦、ハット ABCDEFG、TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、 ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、2002年1月、32ページ。はったけいスポーツ中継。R、はったけいのハッピーショー TV、山田邦子の幸せにしてよ、ニュースの森、スポーツ10番勝負、もぎたてサラダ、ステップアヘッド。1997年1月16日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2014年9月20日閲覧。 日本シリーズ TBS 穴のいい間違い実況に視聴者ひどいからスポーツ放置2016年10月22日 TBS 社長日本 S 第一戦実況のいい間違い問題に決意間違いのない放送をしていきたいからスポーツ放置2016年10月26日サムライジャパン入ったホームランアナウンサーのやらかし実況を解説宮本氏が測定制 東スポウェブ東京スポーツ新聞社2021年8月26日閲覧 AB 五輪野球で TBS アナ5実況連発解説の訂正補足相次ぐ落ち着いてと視聴者 J キャストニュース J キャスト2021年8月26日閲覧ありがとうございます